クルクシェートラに位置するクルコク。クルコクは古代インドの16大国のうちの一つ。クルコクの位置した地域はクルクシェートラと呼ばれる中央戦争に勝利したバラタ族がプール族と連合し形成したクル族の活動領域が中心であり、現在のハリヤーナ州からデリー、そしてガンジス川上流域にあたる。クル族中心の部族共和制をとっていたと考えられる。パンチャーラ国の隣国である。アタルヴベーダには国王パリークシットのことが述べられている。また、アイタレーヤ・ブラーフマナやシャタパタ・ブラーフマナにはその息子の国王、ジャナメージャヤが言及されている。後期ベーダ時代の文献には、クル国はパンチャーラ国と並び描かれることが多く、両国は緊密な関係にあったと推測されている。マハーバーラタには、クルジャンガラ、クル、ラーシュトラ、そしてクルクシェートラという3つの領域が述べられている。マハーバーラタの中に含まれている聖典、バガバットギーターは、クルクシェートラにおけるパーンダヴァ5王子とカウラヴァ100王子とのクルクシェートラの戦いを舞台としている。クルコクは仏教の聖典、アングッタラニカーヤの中で16大国の一つに数えられている。しかし、ブッダの生きた時代には領域はかなり縮小しており、政治的な勢力も小さいものであったと推測されている。しかし、首都とされるインドラプラスタや他にもハスティナープラなど発達した大きな都市を要していた。ユディシュティラの末裔と称する国王、ダナンジャヤが仏典においては言及されている。王族の一部には仏教を信仰した者もいたことが伝えられている。ブッダはクル国においても教えを広め、マハサティパッターナスッタ、マハーニダーナスッタ、アーネンジャサパーヤスッタ、マーガンディアスッタ、ラッタパーラスッタ、サンマサスッタ、トゥティアーリアーバーサスッタなどはクル国における説法の記録とされている。クル国においては公唱されていたベーダを聖典として編纂する事業が始まった。考古学的には、紀元前12世紀から紀元前9世紀頃の黒色土器と赤色土器を用いた文化を有したと考えられている。ありがとうございます。